まず最初に私の方から本日どういったテーマでお話をさせていただくか触れたいと思いますそして次に詳細についてお話をしたいと思います本日私がお話ししたいポイントでありますけれども大きな問題としては現在の複雑さといったものが新しい局面を迎えているということです古い アプローチというのがより効果を失っておりますそしていろいろな事故のいろんな新しい原因といったものが起きつつありますおそらくパラダイムシフトが必要だと考えていますそして我々のフォーカスをコンポーネントの信頼性を上げるというところから安全な行動を実行するということに移していかなければいけないと考えていますつまり動的コントロール ダイナミックコントロールを使うということです。そうすることによって新しい分析またエンジニアリング的なアプローチが可能になります。より強力かつ包括的なものです。そしてまたより安価で済みます。また大変複雑なシステムを扱うことができます。トップダウンのシステムエンジニアリングの手法を用います。最近分かったことですがこの新しいパラダイム ととといいううのははセキュリティに対してても当てはまるということですそして実際に新しいシステムの創発特性にも当てはまるということですそしてそれが機能するかということですそして論文では聞こえがいいけれども実用的であるかというテーマです。いろいろな評価また経験が 現実の世界でも積まれてまいりましたそしてここまでのところ実際に私たちが現在行っていることよりもずっとうまく機能するということが実証されてきておりますでは現在からまずお話をしたいと思います現在のツールですけれども全て大体4 65年経っておりますただ技術は現在全く異なる技術になっていますポイントはございますか こちらをご覧いただけますとフェミアというのはこの故障解析の分析フェミアですけれども1940年代に遡りますそしてフォートリーは1960年代そしてそこで行ったことは全て1970年代に遡りますしかし我々の技術というのは変化しております大きな変化をそれ以来遂げております現在我々はコンピューター専業 制御といったものをすべての分野に導入しておりますまた爆発的に複雑さが増しておりますそしていろいろな新しいテクノロジーが使われておりますしかしこれらはすべてこういったものが起きるずっと前から起きていたものです実際ソフトウェアというのはエンジニアリングに革命を起こしたと言われていますソフトウェアの役割 それらは全て広い,広い要件に基づいております一つちょっと抜け取りましたまず最初のポイントでありますけれどもソフトウェアはまずそもそも故障しないという考え方 つまり信頼性の手法あるいは安全性の手法は想定としては物事が故障するという想定のもとですしかしソフトウェアは大変ユニークである今までなかったことでありますそしてソフトウェアは実際何をしているのでしょうかソフトウェアというのはマシンのデザインでありますソフトウェアを汎用のマシンに乗せ そして、特定目的のマシンが出来上がるわけです。つまり。オートパイロットのデザインを。汎用のコンピューターに載せると、オートパイロットができるというわけです。しかし、同じ汎用のハードウェアを使って、もしデザインを在庫管理のシステムにすると、在庫管理のシステムが出来上がるというわけです。 したがってソフトウェアというのは大変強力だと言われる理由です。これまでやったことがなかったような分野です。ソフトウェアというのはつまり物理的な実現による抽出されたマシンのデザインであると言われます。つまりその要素となっているのは純粋なデザインであります。こういったものは以前ありませんでした。しかし純粋なデザインあるいは 抽象化とといいううううのははどういうこででしょう単にデザインンす物理的なプレゼンスはありませんそして2番目の問題はソフトウェアの事故における役割というのは常にその結果のある要件を含んでいるつまり想定が間違っているあるいはオペレーション制御システムに関しての想定に不備があるもしくはコンピューターのオペレーションを必要としている。 もしくはコントロールシステムのステートがきちんと対処されていないということです。実際我々は例えばオートパイロットが要件をソフトウェアエンジニアに対して出します。そしてソフトウェアエンジニアがオートパイロットの設計を行います。問題は 我々はほとんどここにコースをかけているということですつまり実装が正しいということが確認されるわけですしかし全て私はもうこれを35年やっておりますが全ての事故おそらく事故の100%が そもそも要件に不備があったということだと思います実装ではなく要件に不備があったということですしたがって単にソフトウェアを正しくしようとするだけではあるいは信頼性を高めようとするだけでは決して安全性は高まらないということです要件がそもそも間違っているもしくは安全でない場合です3番目の問題はソフトウェアはほとんど無限のシステムの複雑さを生むということです もはや我々は全ての望ましくないシステム行動に対して計画を立て理解し予測しそれに対して守るということはできませんこれまではシス,システムをかなり網羅的にテストすることができましたそしてデザインエラーをなくすことがこれまでできましたつまり残ったものはコンポーネントの故障である故障ではなく つまりシステムを使っている時の故障ではなくコンポーネントの故障だったわけです。しかしもはやそういう時代ではありません。システムの複雑さは増しもはやこれら全てのエラーを見つけるだけのテストができません。ということで2つの種類の事故があります。最初は従来の古いコンポーネントの故障による事故です。つまり1つのあるいは複数のコンポーネントが故障しそして 何らかの故障における無作為性があるというものですしかし今はますますコンポーネントの相互作用による事故というものが増えておりますつまりさまざまなコンポーネントの相互作用によって生まれる事故ということですコンポーネントを一つ一つ見てみれば故障してないかもしれませんつまりシステム設計の問題というわけですお互いに関係し相互作用を持ってそして複雑な ダイナミックな複雑さをシステムで生むというわけですこれは単にランダムな故障ですからもう一度切ることはありませんと言っていますここにあるコンポーネントの故障ではない事故の例がありますマーズポーラーランダーという火星探査機であります火星に着陸しようとした時にその表面と衝突を起こしてしまいました そしてシステムではこの探査機は非常に速く入っていきますしたがって実際にこの火星に着陸する前に減速しなければいけませんどうやって減速するのでしょうか火星の大気を使ってあまりたくさん大気はありませんけれども従ってあまり効果的ではありませんそれからまたパラシュートを使いますこの火星探査機ではパラシュートを使って減速しようと試みましたさらに 効果エンジンジつまりソフトウェアによって制御される効果エンジンつまりこの探査機が減速するように効果エンジンを使いましたそして着陸する時この効果エンジンというのは早く切る必要がありますそうでなければもう一度逆,射逆噴射してそして衝突してしまうからですしたがって非常に感受性の高いセンサーが このの探査機の足についておりますそしてソフトウェアエンジニアはもしこれらのセンサーからのインプットがあればすぐにエンジンを切るべきであると指示されていました実際にそうしましたしかし問題がありましたパラシュートが開いた時 スペースクラフトに対してゴミがありました。そしてまたノイズ信号がありました。つまりフォルスシグナルがあったわけです。ガタガタしていたノイズがありました。そしてこれはソフトウェアの要件の中には入っていませんでした。ソフトウェアの人に対してそういったノイズのことは伝えられていませんでした。なぜかわかりませんが、どうしてこういったミスが起きたのかわかりませんけれども、よくあるミスです。しかしソフトウェアは、 本来パラシュートが開いた時に操作しているべきではありませんでしたソフトウェアはオペレーションを開始するのはもっと後のはずでしたしかしソフトウェアエンジニアはソフトウェアをより早く起動しようと決定したわけですそしてこれはプロセッサーの負荷を均等にするためでしたということでこの誤った信号が来ました そして探査機があたかも着陸したかと考えられそしてまた効果エンジンを切ってそしてまたこの火星の表面に衝突したわけですしかし実際には何も故障したわけではありませんでしたそれぞれのコンポーネントは動作していたわけですそして要件に求められている通り使用通りに動いていたわけですしかし問題としては全体的なデザインシステムのデザイン に問題があったわけですしかもエンジニアがこれら全てのさまざまな起きうる可能性を網羅することができなかったということです。混混乱乱がが安全性性そして信頼性の間に混乱があることが多くありますこの緑の円ですけれども「信頼できない」そしかしながら「安全ではない」とは言えないこういったところで故障が起きるわけです。 故障のシナリオがありますそしてこちらの円ここは FMEA FMEA の分析によって明らかになったものですピンクの円これは安全ではない全てのシナリオが入っていますこの先ほどの信頼できないそして 安全ではないと言われたものこれはフォルトトゥリー分析で明らかになったものですしかしここの部分つまり安全ではないしそしてしかしながら信頼性がないとは言えないといったものはこれらの手法つまり信頼性手法では見つけられないものですつまり故障を探す手法では見つからないものですそして ソフトウェアにおける大きな変更点としてはシステムにおける人の役割が変わったとということです。通常常常に想定としてオペレーターエラーというのはほとんどの事故の原因であると考えられてきましたつまり飛行機が衝突すると例えば飛行機を見つける前に常にパイロットのせいだパイロットのエラーだ と言われておりましたあるいは自動車の場合にはドライバーの過失だと言われていましたもしそれが本当であればオペレーターに関して何かしなければいけないでしょう例えば解雇するもしくは再度トレーニングを行うなどですいずれにしてもオペレーターに対して対策 を講じる必要がありますもしくは一般的なオペレーターに関して何か対策を講じるつまりより自動化をすることによってできるだけオペレーターを現場から話すつまり自動化することによってオペレータードライバーを物理システムと話すということもしくはさらにその仕事をより厳しくルール手順を実施することによってあまりにも厳しくなってルールについていけないという状況もあるでしょう。 リクライニングのボタンを押そうとして間違って、えー、誤ったボタンを押すことによって飛行機の災害につながるなんていう、えー、ケースも考えられます人の振る舞いというのは全てそのコンテクスト文脈そういったどういう状況におけることなのかによって影響を受けますということでシステムの観点から事故を見た場合に実は事故の見え方は変わってきますつまり そのオペレーターのエラーというのは症状であって原因ではありません何かシステムの設計に問題があってその兆候としてあるいは症状としてエラーになるわけですオペレーターのエラーが生まれる例えば運転員オペレーターの役割というのはソフトウェア集約的なシステムの中では変わりますそしてまた彼らが犯,犯す過ちについても意味,意味合いが変わってきていますそして、えー システムの設計においてオペレーターエラーが避けられないような状況になっていたとしても実際に事故が起こったりするとオペレーターのせいにするということになってしまいます。ということでオペレーターのエラーについて何か手を打ちたいということであれば人が働くそのシステムそのものを対象として見直す必要があります。つまり機器の設計 系の見直しあるいは手順書が使いやすいものになっているかを確認するそしてまた目指しているものに例えば相反するものがないのかあるいはえその効率等に対するプレッシャーが高くないのかそういったことを考えなければなりませんつまりシステムの再設計が必要なわけであってヒューマンエラーというのはそれの単なる一つの兆候であるということですヒューマンエラーあるいはオペレーターエラーというところを何とかしようとしても なかなかそこだけでは解決はしませんつまりトレーニングもしっかり通常は受けているにもかかわらずそして正しいことをやろうとしても結果的に間違ったことをしたことになってしまうのは何かなぜかというとこれはランダムな問題ではないんです通常はやはりシステムそのものの設計に問題があるんです実際今日よくやるのがそのヒューマンファクターの専門家というのはあくまでもこの 画面の外の外ところ画面から見えるものあるいはその外のところを見ますスクリーンのデザインとかあるいはトレーニングがちゃんとできているかとか手順書などについて直目をしますけれども一方のエンジニアリングの人たちというのはスクリーンの内側だけを対象としておりますつまり問題は十分なこの統合化されたシステム全体としての見方がされていないということなんです。つまり、えー、自動化の設計をする時 運転員が混乱ををしししててままうようよな状況を作り出しています例えばモードが混乱してしまうモードコンフュージョンというのがありますつまり今例えばこの飛行機あるいは自動車がどういうモードで運転しているのかが分かりにくいあるいは混乱してしまうというケースがありますまた状況把握ということで言っても今システムで起こっていることについて運転員が分からないという状況がありますですからより良い統合化されたデザインをしなければなりません。 工学の分野では今ヒューマンシステムインテグレーションということが行われています。人とシステムの統合です。えこの漫画が言っているのはこの赤ちゃんにこの子に1、えー、日中耳掃やっても全然赤ちゃんはお腹が空いているままだというふうに鳥が嘆いているというそういうことなんです。要は鳥としては正しいことをやっているだけれども。 古いいい問題をを解決するるのにに使使っっててたやり方を未だに使っているでも問題そのものの質が変わったなのに解決策は変わらないつまりは人間の子どもにいくらミミズをやってもかんしょうがないのに、えー、それに気づかず役に立たないミミズをあてがうということを鳥はやっているというそういうこれは比喩です。ですから 複雑さが新しい次元に到達をしている現在そして新しいこのソフトウェアの状況それからヒューマンファクターの状況も変わっているそういった中でこの信頼性を高めるということだけではもはや足りないわけですつまり新しい技術をきちんと現在の状況この複雑さに対応できるようなものに合わせなければいけない昔のやり方ではこれはうまくいくはずがないわけです。 ということでじゃあそれに代わるものとして何ができるかなんですけれどもシステム理論を使ううとということなんです問題となっているのが複複雑雑ささのの度合いいですす我々がその複雑さを何ととかししようとしていますソフトウェアを使うのをやめることはないでしょうそれから複雑なシステムを作ることもやめないということであればソリューションの側を何とかしなければなりません。従来 複雑さを扱うために三つのやり方があります。一つは分析的還元法と呼ばれるもの、二つ目が統計、三つ目がシステム理論とシステムエンジニアリングです。分析的還元法というのはずいぶん昔まで遡ります。二百年ぐらい最低限でも遡るやり方です。そしてやり方としては 複雑なシステムがあったとしてどうするかというとそれを分割しようと細かい部分に分ければいいとそうすれば別々の部分部分を解析することができると。ということで物理的な側面を物理的なあるいは機能的なコンポーネントに分けてそしてその挙動についても えーまあ、結局はそれが時間の経過とともに起こる事象という形になるということでそして一つ一つに分けたものを、えー、細かく検討して解析をしそしてその解析結果をまた一つにまとめればいいというそういう発想です。そのの前前提提ととなっててている事柄がありりまますつまり前提とししはこのように分割をしても 起こる現象そのものを歪めることにはならないという前提ですつまりそれぞれのコンポーネントないしはサブシステムは独立に動くものであるという前提そしてコンポーネントは単体で取り 見た場合もそれからそれを全体の一部として見た場合も振る舞いに変わりはないという前提がありますそれからフィードバックループあるいは非線形な相互作用はあ起こらないその対象にはならないというようなあ想定になっていましたこれはまあ合理的な想定ではあったと思いますけれどもえこういう還元的な 物の,の考え方での安全に対する従来のアプローチというのは、えー、もう一回言いますとコンポーネントにシステムを分けるそしてまたコンポーネントの故障によって起こる事故を想定をするそして 物理的論理的ないしは機能的なコンポーネントの故障に関わるいろいろな出来事の一連の流れを見るそれが引いては機能喪失につながるということですまあこれはツリーという形で見ることができますこうこうこうういう道筋でもって故障に至るということそしてまた信頼性をコンポーネントごとに別立てで評価をしそして解析結果をまたシステム全体として 一つにまとめた上で総合的んえすそしてそのランダム性というのが故障の事象には起こるということを前提としておりますそしてまたこの機能喪失の確率を延縫することができるという考え方なんですけれども人やソフトというものはこの前提には当たりません必ずしも。ただ 事故というのが故障の事象の結果であるという考え方ほとんどのエンジニアリングそれから信頼性解析のベースになっておりますフォルトツリー解析もそれから確率論的リスク評価も FMEA 故障モード影響解析もイベントツリーもフォルトハザード解析もなどなどいろいろなものがこれをベースにしております。 そしててままた設計ののテククニックのベースにもなっています我々が注力をするのがコンポーネントの故障ということでありますのでコンポーネントの故障が原因となって事故が起こるということであれば。 やはりコンポーネントの故障が起こらないような設計にしなければならないという発想で冗長性を持たせたりバリアを設けたりということでその電播の故障が広がることを防いだりそれからまたコンポーネントの完全性をより高めて設計を作り込みをしすぎるぐらいに作り込みをするということフェールセーフの設計をしたりあるいは運転上の手順書を作ったりトレーニングを行ったりチェックリストを作ったりということを人に関しては行い ただここでの問題は多くのものにこれは、え。ー きちんと対応できないということなんです例えばインタラクションによるつまり相互作用による事故には効かないということなんですヒューマンエラーにも効かないそれからシステムの設計エラーにも効きませんそれからまたシステミックなその体系的なファクターにも効きませんえつまり全てのコンポーネントやバリアに影響を及ぼすような全体としてのシステミックな要素にはこれは効力を持たないそれからまたソフトやソフトの要件上のエラーにも効きませんそれからまた that eh, 人の振る舞い例えばこれは表面では分からないところについてはやはりこれでは足りないということそれからまた間接的非線形的な相互作用それから複雑性にはこれは有効ではありませんしまたリスクとといいうののは時間の経過としてて高まってしまっます効率を上げようとあるいは生産性を上げようとするような中でリスクは高まっていくものなんです。ということで事故がなければもっと効率アップを図ってもいいんではないかというふうに考えが ですけれどもそれをどんどんやっていきますといずれ事故にそれはつながってしまいますですからそれに変わるやり方としてはシステム理論ということになりますということでここで少し システム理論についいいて定義をしたいと思いますかなり以前からある理論ではありませんけれどもあまり大学でも教わることがない理論だからです。これはシステムのために開発をされたもので1940年代50年代に開発をされました。 あまりにもシステムが完全な解析のためには複雑すぎるということで、それを個別のシステムに分けました。でも、そうすると、結果が歪んでしまう、えー、歪んでしまうということです。そして、その中でも特に重要なこの特性というのは、後から現れるイマージェントと呼ばれる創発的な特性なんです。これれは後ほど説明をしまますそれからまた 統計的ににに扱ううはああままりりもも組織化されていいるというシステムの問題もありましたつまりその根底に構造があまりにもあるということで統計に影響が出てしまう歪めてしまうそれから新しいテクノロジーそして設計というものですので履歴情報がありません。 ですけれども過去のデータがないあるいはソフトウェアの故障について定義もできなければどういう故障が起こりうるかということを考えることも難しい例えば10年後であれば情報が集まるといってもそれでは遅いわけですシステム理論が最初に使われたのが1950年代60年代でしたこれは ICBM 大陸間弾道ミサイルのために使われました。 アメリカが当時このミサイルを構築していたわけなんですが事故が起こり始めてそしてこれらのシステムはあまりにも複雑だったのでコンポーネントの相互作用による事故ということに目を向け始めましたつまり個々のコンポーネントは故障していないのに問題が起きるという状況に直面をしたからなんです。え設計の エラーこれはシステム上の設計のエラーが原因だということが分かりましたそしてシステム理論が基礎となってシステムエンジニアリングというのができましたこれも同じく ICBM この大陸間弾道ミサイルのシステムのために作られました ですすからシシスステテムムエンンジニアリングとと安全というものが同時に生まれてきたわけですではどういうものかと言いますとこれはシステムを全体として見るというアプローチですつまり個別に分けて見るわけではないと全体としてのシステムを対象とする理論です。そして先ほど少し触れましたが「イマージェントプロパーティ」というのはあ「創発的な特性」と訳されますけれどもこれは このシステム全体として見たときにしか扱うことが適切にできないそういう特性です聞いたことがあると思いますこのパーツを足し合わせた よりもその全体の方が大きいつまり1たす1は2以上であるというそういうこと聞いたことがあると思いますけれどもシステムエンジニアリングの考え方にはそれがありますこの創発特性というものはシステムを構成しているパーツの相互作用から生まれてくる特性ですつまりそれらがどのように合わさるのかによって生まれてくる特性ですここを見ていただきたいと思いますけれどもこれらは 複雑なシステムのコンポーネントをバラバラにした場合ですとても複雑になっていますけれども一つ一つを見てもそれらの間の相互作用は全然わかりませんということで図式化したものがありますプロセスがありますそしてコンポーネントがありますコンポーネントが相互作用を持ちますこれは直接間接な形での相互作用を持ってその中で こういった双発特性が出てきますこれは複雑なシステム間の相互作用から生まれてくる特性です安全とセキュリティというのはまさにそういう双発的な特性なんです例えば便があったとしますそしてこの便を使ってこの車であるいは原子力発電所で操作を行うというふうに言った場合に車あるいは発電所はそれで安全と言えるのでしょうか 答えられませんよねなぜ答えられないかと言いますと安全というのはそれぞれのコンポーネントの中に組み込まれているわけではない、えー、いろいろなコンポーネントが相互作用する中で出てくるのが安全だからです私たちはそれに対して双、えー、発特性にどう扱っていけばよいのでしょうか何らかの形で その相互作用をコントロールするということが必要になります2つのことをコントロールする必要がありますここのコンポーネントの挙動そしてコンポーネント間の相互作用この2つをコントロールしていくことが必要になります本質的には安全制約を 考える際に、そのコンポーネント間の、えー、インタアクション、相互作用の挙動を見て、えー、制約を考えていくことが必要だということです。例といたしまして、えー、飛行している飛行機というのは、その経路を最適化しようとします。離陸をしてから着陸するまで、その飛行機にとっての,、えーこのえー、最適化された経路を考えていきます。えー そして困難はないわけです事故はなければただやはり成田に5時にたくさんの飛行機が1時に着陸しようとすると 事故になるそして問題になります。ということで、誰も最適化できていないという形になります。それぞれが個別の最適化を図ってしまうということになりますと、システム全体としては最適化されていない。誰も行きたいところにつけないということになります。ということで、航空管制システムが必要ということになります。航空管制システムで飛行機がどこに行くのかというのをコントロールしていくわけです。そして 全体としての安全全を最適化ししてていきます全体としてのスループット、えー、これも最適化していきますしかしながら必ずしも個々の飛行機の最適化には当たりません個々の飛行機の経路が最適化されるということにはならないわけですただシステム全体として、えー、最適をしていくこれが双発特性というものです何らかの形でこの双発特性をコントロールしていくことが必要です それ以外の総圧特性というのはどういうものがあるでしょうか生産性、えー、それから品質というのがあるでしょう。生産可能性ですね。生産のしやすさ、それから品質。えー、この、えー、プレゼンテーションの最後には、えー、この同じ考え方は別のプロセスで使っていくという考え方もご紹介していこうと思います。コントローラーがコントロールアクションを出します。 コントローラーがこのコンポーネントの、えー、挙動これをコントロールするためのコントロールアクションを出していきますそしてコンポーネントから何が起こっているのかというフィードバックを受けていくわけです安安全全話をしましままたここに出ておりすすのが安全制約のが例です、えー、アクセスドアが開いている時には電力をつけてはいけないと。 2台の飛行機または2台の自動車は最低限の間隔を破ってはならないまたは飛行機は飛行状態を維持するためには十分な揚力が必要であるまたはその潜水艦を維持するためには船体が完全な状態でなければならないまたは毒性のある化学物質または放射というものを工場からリリースさせてはならない作業者は その作業における危険にさらされてはならないまた情報に対してのアクセスは、えー、権利を持つアクセス権を持つ人だけに許されるべきであるこういったものが安全制約です、えー、そしてシステムは、えー、この安全そしてセキュリティを実現するためにこういった制約を守っていかなければならないということになります、えー、そしてコントロールというものはも幅広い考え方が必要になります、えー、コンポーネントの故障、えー、そして、えー 危険な総合作用というものをデザインにコントロールしていくことが必要です。上調性、インターロック、そしてフェールセーフのデザインーです。こういったものをなくしていくのではなく、こういったものを追加していくことが必要です。また、プロセスを介してそれをやっていくことが必要になります。エンジニアリングのプロセス、または製造のプロセスや手順。 えー、そして、保守のプロセス、えー、オペレーション、こういったプロセスで実現していきます。または、社会的なコントロールで実現していく場合もあります。政府、または規制当局のコントロール、文化的なコントロール、でこれは組織として安全の文化を持つというのもですね、また保険会社というのは大変、えー、コントロールを有効に行っています、効果的に行っています。また、法律や参拝所、そしてそれぞれの、えー、自己利害のためというのは、 インセンティブの構造を作ることによってえ正しいことをやることを奨励していくという考え方ですそして複数のコントローラーがいるという場合もあるでしょうそして複数のレベルでコントロールを行っていくコントローラーそれぞれがえ特定の制約を課していくそれが全体となってシステムレベルとしての制約になりますそしてそれが双発特性につながっていくという形です そして、それぞれの間のコミュニケーションも起こるということになるでしょう。これ、小さい文字ですので読みにくいかと思います。申し訳ありません。こちら、右下に出ておりますのが物理的なプロセスになります。その上にありますのが自動化されたコントローラー。その上に人間のコントローラーがいます。そして、赤いボックス、これがオペレーティングプロセスになります。その上にあるのは、 オペレーションのコントロール構造になりますそしてオペレーションの管理会社の管理そして政府規制当局省庁そして業界団体保険会社裁判所などがありますその上には法規制そして政府 が来るかと思います。このそれぞれの間に、えー、フィントバックのコントロールループがあるという考え方です。えー、カンパニーマネージメント書いてあります。えー、会社の経営人は、えー、安全のためのポリシー標準 そしてリソースを渡ししていくでしょうそしてその代わりに返ってくるのがどのような状況にあるのかというフィードバックレポートです。そしてシステム開発のところでも同様です。コントロールストラクチャーコントロールのための構造があってそして行き交う情報があるという形になります。このオペレーティングプロセスを例にとってみたいと思います。ここを見ていただきますと えー、こちらが、えー、ブレーキコントロールモジュールですね、えー、これは自動車の例になります、えー、そして運転手ドライバーが行って計測、えー、機器を使って ています。えそしてメッセージを送っていきますえそして ACC Adaptive Cruise Control のモジュールがありますえこの Adaptive Cruise Control モジュールはブレーキをかけるという信号をブレーキコントロールモジュールの方に送りますそうしますとブレーキの状況それから車のスピードの情報が戻ってまいりますそしてブレーキコントロールモジュールこれがブレーキの信号をブレーキに送っていますそしてブレーキがブレーキかかりそして車が止まります え、そしてえ車輪の速度がそのフィードバックとして戻ってきます。え、皆様エイジアの方も多いかと思いますので、こういったものをご存知、お馴染みのものかと思います。フィードバックとしてコントロールループとなっています。そして、情報が戻ってくる。これを安全の分析の。 ためにも使っていくことができます故障の図として見ていくことができるわけですそしてさらにもう一方掘り下げて考えていきますとメカニックそれから修理ということを考えた際にこれがオペレーティングコントロールになります ACC ですねそして乗車局そして高速イン そして地方自治体ですねそういったところ全てコントロールのストラクチャーこれを課しているわけですもう一つの例になりますこれは日本のシステムになります HTV ですねこちらですけれども 国際宇宙ステーションに物を運ぶ宇宙ステーション補給機です。HTV 宇宙ステーション補給機。えー、これは、えー、この、えー、宇宙ステーションのロボットアームに掴まれて、そして、えー、それを取り入れていくという形になります。そして貨物が運びかまれるという形になります。えー、この国際宇宙ステーションに とりましては例えばこれが、えー、宇宙星人に衝突してしまうと大変危険という形になります、えー、ですのでコントロールストラクチャーが必要ということになります、えー、そしてかなり精度の高いコントロールストラクチャーが必要になります一番上のところにシンプルなコントロールストラクチャーがあります、えー、宇宙ステーションがありまして HTV 宇宙ステーション補給機があります、えー、そして で、えー、こちら、えー、バックアップの、えー、通社があります。NASA の治療局があります。そして弱者の地図局もあります、えー。そして何か問題があったときには、j、え、者、ー、は NASA とのみ話をするという形になります、えー。そこを通して飛行した話をするという形ですね。そうしないと混乱を招いてしまう。いろいろ異なる指示が飛行宇宙飛行士に出てしまうということになるからです。えー、これをさらに 精度を高めていきますとまず ISS の内部を考えていきたいと思います。えー、これは、えー、クルーがいますね、スタッフがいます。えー、そしてコントロールパネルを制御しています。これがシステムですね。えー、そしてモニターがあって、えー、フィードバックチャンネルがあります。えー、これがロボットアームですね。ロボットアーム。で、クルーがそのロボットアームを操作します。そしてソフェアがあって、えー、そして。 NASA の事情局の方に情報が行くというふうになっていますこのそれぞれのコンポーネントには安全制約が設けられていますえそして、えー、責任そして 権限、えー、説明責任が割り当てられています安全に対して何をしなければならないのか、えー、そして、えー、その安全制約をきちんと実行するために必要な使われるコントロールというのもあるわけです、えー、そして、えー、それぞれが、えー、オペレーションするコンポーネントに対してのそれぞれの責任、えー、そしてコントロールというのが割り当てているわけですね、えー、もう一つ必要なものというのがこちらに出ております、えー、これがプロセスモデルという考え方です コントローラーはそれぞれすべて何、えー、らかのコントロールアルゴリズムを持っています、えー、それとともにプロセスのモデルですねコントロールをしているプロセスのモデルを持っています、えー、コントロールアクションの、えー、意思決定をするためにはこのプロコントロールプロセスがどういうものであるのかどういう影響を与えるのかということが分からずしてはその決定ができません、えー、そしてフィードバックが戻ってきます えー、ただ、えーまあ、エンジニアの方たち、えー、そういったフィードバックをもらえる場合もあれば入ってこない場合もあるでしょうこのプロセスモデルですがそこに事故が関わってまいります、えー、人のコントローラーまたはソフトウェアのコントローラーが関わってくる際にそこに事故が出てくる場合がありますこのプロセスが同期化されていない、えー、また実際のプロセスの状況とえー きちんと反映されていないということになりますと間違った意思決定がされるという場合があります例えばですが、えー、火星探査機、えー、先ほど話しましたマウスポーラーランダーですね、えー、これは、えー、故障しました、えー、何が起こったかと言いますとソフトウェアに間違った信号が入ってきたそして コントロールプロセス、うん、その探査機がそのプロセスに基づいて着陸してしまったえそして、えー、この高果エンジンを止めてしまったということで問題が起こったわけです人間またはソフトウェアがミスをなぜしこし犯してしまうのかまたは複雑なシステムをオペレーションするという際によりより良いやり方がやるはずですこれはランダムな故障ではありませんデザインのエラーなんです 4つの種類の危険なコントロールというものが提供される可能性があります。まずはコントロールアクションを提供しなかったということで危険につながってしまった、ハザードにつながってしまったという場合です。例えば航空管制の例をしましょう。飛行機2台が近くに寄ってきてしまった。そこに方向を変えろというコントロールアクションを起こさなかった。ということで、 えー、距離を開けることをしなかったこれは危険な状況ですもう一つの例、えー、これは危険なコントロールアクションが出されてしまったもともとは、えー、衝突するというような、えー、経路ではなかったのに間違ったコントロールアクションで、えー、それが お互いいに近づいてしまったまたはコントロールアクションとしては正しいんだけれども早すぎる遅すぎるまたは順番が間違っているという場合そしてまたこの連続的なものというものが長く続きすぎたまたは短すぎたという場合ですねそして例えば2万5 0 0 0キロの高度にまで行かなければならないのに2万キロで止まってしまったというような場合です。でそして こちら書斎は省かせていただきますけれどもこの後例を交えてご説明していこうと思いますがこれがコントローラーがいてアクチュエーターがいてセンサーがいてコントロールドプロセスコントロールされているプロセスがあるという詳細な図になっています。ハザード分析または安全分析をするという際には この全ての部分というものを考えていかなければならないコントロールループの中で全てが間違った形に動く可能性があるわけですそしてコントロールプロセスの中で例えばコンポーネントの交渉があるかもしれませんそして以前やったような対策を講じるかもしれませんしかしそれはほんの一部ですではスタンプとは何でしょうかスタンプというのは システム理論に基づく自己モデルのことであります安全性をつまり故障の問題であるというふうに定義するのではなくこれを制御の問題であるというふうに安全性を定義するわけです大変複雑なシステムに対して適用されますまたスタンプをこれまでいろいろな複雑な世界中のシステムで活用してまいりました成功してきました 例えばフォルト 2D あるいはその他のフェラーモードなどをシステムで使わなくても例えばソフトウェア人そして新しいテクノロジーなどでもスタンプが使われてきましたシステム理論に基づいておりますそしてシステムエンジニアリングに基づいていますまた何を行うかというと基本的に従来のモデル 例えばその因果関係などの手法を置き換えるものではなくこれを拡大するものでありますつまり直接関係する故障イベントを変えるものではなくより複雑なプロセスに対しても拡大しそして適用できるものです何も失うのではなくむしろ追加しているということですそして安全性を動的な制御の問題として扱う際発生したイベントそして事故につながった イベントというのは安全制約が十分にシステム設計オペレーションにおいて課されなかったといった結果によるものですそして目標としてはそのコンポーネントの挙動そしてシステム全体の挙動を制御し安全制約がきちんと課されることを確実にするということですそしてこれは協調点が変わるということです つまり故障を防止することにフォーカスを当てるのではなく代わりにシステム挙動に対しての安全制約を課すということであります。もちろんその中には故障防止も含まれています。故障というのは場合によっては 安全制約は課されなないいという結果になるからですしかしそうは言っても安全制約を課すというのは故障防止だけではありません。そしてまた変更というのが分析の目標です。ハザード分析においては故障のイベントつまり事故につながる故障のイベントを変えそしてまた確率を見つけるのではなく代わりに安全制約がどのように課されないかといった方法を見て そういったことをなくしたりあるいは緩和することが設計もしくは運用の段階でできるというわけですまた事故を分析しているときどうの故障が損失につながったのか誰が責任者かということを探るのではなく代わりになぜ安全制御つまり安全管理システムが十分にならなかったのかということです スタンプを使うことで、と,ところでスタンプというのはツールではありません、手法ではありません、モデルです、因果関係のモデルです。しかし、スタンプを使うことによって、その上にツールを構築することができます。そして、それらのツールをまとめて、より良いプロセスを作ることができます。ツールの中には キャストつまり事故あるいはイベント分析で使われるツールもあります。ハザード分析、STPA があります。また、早期、えー、アーリーコンセプト分析、つまり STECA というまだ設計も行われてないような直コンセプトの文章を作っているところで安全性分析を行うこともできます。あるいは組織、文化のリスク分析。 あるいは解析そしてまた指標を用いたりセキュリティ解析を行うことができますさまざまな例えば SDPA のプロセスを使って解析を行います我々の根本原因は,原因は安全性にかかる決定の70から80%がコンセプトの段階つまりシステムの設計の早い段階で 安全性に関しての決定が行われるとということですしかしデザインそしてまた効果コストに関しての評価が行われますけれども現在ある手法のほとんどがデザインを必要としますそしてこれがデザインの変更のコストです設計変更のコストっていうのは初めはほとんどありませんけれどもしかし設計の 後半の段階にななりりまますすとコストが高くなりますつまりやり直しのコストが高い変更を加えるコストが極めて高いということです同時にコストそしてパフォーマンスに対しての影響を与える能力というのはどんどん下がっていきますつまり開発の後期においては影響力は少なくなってくるわけですつまりここら辺です。 STECA あるいは STPA についてまた話をしますけれどもこれは新し,新しいツールでシステムにデザインを組み込むつまり後からもし間違ってたとして設計の決定をやり直すことができ ないような手遅れになる状態ででで早いい段階ここううったシステムを使うことができますそして STPA ですけれどもトップダウンのシステムエンジニアリングの解析手法であります。これは安全性あるいは例えば他の総発え特性の制約を特定しそしてシステムコンポーネントの要件を特定します。またシナリオを特定しそして 例えば要件あるいは制約を違反となるようなシナリオを明らかにしますその情報を使って設計もしくはシステムがより安全性が高くなるように再設計しますテクニカルデザインまた組織のデザインに利用することができます安全志向の設計プロセスをサポートしますつまり解析が早期設計の 決定に対ししてて影響をを与えそしてそれを形成すするということです解析は何度も繰り返し行われそして設計が進化されるにつれ高度になっていきます決定をするにつれ何度も反復して解析を行うことによって解析を一方で高度化するというわけですこちらにもう一つの例があります SDPA についても説明をしますこれは実際の事故です イギリスで起きましたこれはバッジの化学反応炉で起きた事故です。コンピューターが便を開いたり閉じたりする責任を持っていました。触媒が入ってきて反応を始めるためのものです。コンピューターは一方で水の便も制御していました。つまり冷却水が この寒流凝縮器に入り、そしてまた反応を冷却するという水の弁の制御をしていました。そしてもう一つ要件がありました。ソフトウェアエンジニアは工場の中にセンサーがあると指示されていました。そしてソフトウェアエンジニアは、もし何かここで工場の中で誤った、間違ったことがあった場合には、 すべてをストップしてそしてアラームを送ってオペレーターに指示するようにと言われていましたある日オイルレベルが低かったギアでオイルレベルが低かったという問題が生じましたそしてコンピューターはそれを見てすべてを停止しましたそしてアラームを送りました つまり本来行うべき手順に従って行いました。ここでではは何も失敗はありませんでしたにもかかわらず結局この情報が入ってきたのはコンピューターがすでに触媒のバルブを開いてしまった後でした。しかしまだ冷却水の弁を開いていませんでした。 つまりオペレーターがギアボックスでよりオイルを補給していたわけですけれども触媒はすでに加熱されてしまいましたそしてまたハノロも加熱され蒸気がもうすでに近隣の人に放出されてしまったわけです住民が息するような近隣にもう蒸気は放出されてしまったわけですすべてのコンポーネントは本来動くべき動作をしていました 問題は設計上のエラーでしたそして要件では決してオペレーターはコンピュータープログラマーは冷却水の便を触媒の便を開く前に開く要因とは言われていなかったんです。もしそれを指示されていたら多分適切な措置をしたことでしょう。知らなかったというだけのことです。そういったことが 小さいいこういったソフトウェア関連で事故として起きた例もありますではこれらを STPA を使ってどうやって解析するのでしょうか本日 STPA についてお話をする時間はございませんけれども例を交えてどうやってやるのかお見せしたいと思いますまず機能制御構造ファンクショナルコントロールストラクチャーつまり物理モデルを作りますこの物理的な相互作用 コンンポーネント間の相互作用ですしかし論理的な相互作用ではありません。このファンクショナルモデルを構築しそしてコンポーネントをテストします。オペレーターーータタコンピューターそしてバルブそしてここで知るべきは誰が何を制御するのかどういったコマンドが送られるのかどういったフィードバックが提供されるのかということです。オペレータータ コンピューターを制御しますコンピューターが弁を制御しますコマンドはオペレーターが設定しますスタートストップというコマンドです情報が戻ってきます工場のステータスそしてアラームが発行されますコンピューターは水のバルブを開いたり閉じたりすることができます あるいは触媒のバルブを閉じたり開いたりすることができますどういったフィードバックが必要なのかわかりませんが解析でわかりますどういったフィードバックが安全性のために必要なのかわかります次のステップは安全ではないコントロールというのはどうやって馳せられるかということです先ほど申し上げました 危険なコントロールが起きる方法4つあると言いましたつまりコントロールアクションを提供することによって危険がなく状況が起きるもしくはコントロールアクションを出さないことによって危険につながるもしくはコントロールアクションのタイミング順番が危険に繋がるもしくは期間が危険に繋がるということですまず最初にコントロールアクションが危険に繋がる条件を特定するということです つまりその情報を使ってなぜそういったことが起きるのか明確にしそしてシステムからデザインアウトを早い段階で行うということです。テーブルを使います。JAXA のエンジニアがこういった表を使うという考え方をもともと考えましたので日本の発明です。ここにコントロールアクションがあります。 4つの危険なコントロールのタイプがありますでは見てみましょうコンピューターを見てみましょう水の便を開いたり閉じたりすることができます触媒のバルブを開いたり閉じたりすることができます何をしたいかというとこれを必ずやらなければいけないこれらの指示をもちろん目的を持って 出さなければいけないわけですしかしいつそれが安全でないのかどういった条件で安全でないのか知る必要があります例えば水の弁を開くことはどうでしょうこれは危険の原因となりうるでしょうかはい。もし触媒が開いてないときに水の弁が開いていると確かに危険につながりますこれは安全ではない可能性はありますが水の弁のコマンドを どんな条件で出した時に安全ではないと言えるでしょうか？確かにあの水が早く開いてしまいます。と、無駄水を無駄になってしまうかもしれません。だからと言って、例えばその反応炉を加熱してしまうことはないでしょう。しかし、水の弁をある。例えば。この触媒の弁を開く難病後に。 開いたり、あるいは、まだフルにオープンになってない時に開いてしまうと、それが加熱につながります。燃料の加熱によって、危険が生じるということです。残りすべて、皆様記入していただければと思います。あ、時間がございませんので、皆様にお願いすることはできませんね。ただ、今、答えをお見せします。閉じる。触媒が開いている時に、水の。 弁を閉じる。これを最初に考えたとき忘れていたんです。水の弁を植培が入る前に開くというのは忘れていたんです。ただもし植培の弁を閉じる前に閉じてしまうと問題があります。つまりこれを埋めていってください。今やらなくても結構ですがメモでご覧いただければと思います。 そしてこの情報を使って要件に落とし込むことができます高次元の要件ですこの反応炉について水の弁は常に完全にオープンな形にしてからでないと触媒の弁は買いにしてはならない水の弁は、えっと 触媒弁がオープンしてから何秒か後でなければ買にしてはならないとあるいはこの水の弁が平になる前にフルに触媒の弁をクローズしてはいけないというようなことがありますソフトが絡んでいるほとんどの事故というのは要件に問題があったり 抜けがあったりということですですからそういった要件を見落とさないためにもこういうやり方が必要ですこれ以外のテクニックはありませんただそれだけにとどまらない部分がありますあ、ただかなりの部分は自動化ができますジョン・トーマス氏がそのやり方を編み出しましたエンジニアはハザードの情報提供さえすればコンピューターの側で自動でこの先ほどの表を埋めてくれます そして形式モデルベースの要件を生み出してくれますこのハザード情報をベースにそれを作ってくれますただその根底には数学モデルがありますのでまあチェックもできますつまり不完全な部分あるいは一貫性のない部分などについても確認をすることができます で多くの場合ここでやめてしまうんですけれどもそれでは早すぎます。もっと続けなければなりません。つまりなぜこういったことが起こったのか起こりえるのかを考えなければなりません。なぜコンピューターが触媒弁を、えー、まだ水の弁が開いていないのに解にしてしまったのかそこの理由を考えなければなりません。ということでこの 安全でないコントロールアクションの原因のシナリオを考えなければなりませんプロセスモデルがもしかしたら間違っているかもしれないということも含めてそれからまた安全なコントロールアクションというのがデータにもかかわらず実行されなかったというケースもありますということで水の便を買いにしなさいというコマンドが出ていても実際に便が買いにならないというケースもありますこれはよくある故障シナリオです FMEA それからフォルトツーリーで明らかになるケースが多いですですからこういう解明はまだしなければなりませんそうすまず最初のタイプについてまず分かって次に見るのはでは設計フィーチャーの中であるいはコントロールの中でどれを使えばこのような見つけたシナリオからシステムを守ることができるかということを次には考えますその例です例えば 安全でないコントロールアクションがソフトウェアが触媒弁を解にする指示を出したけれども水の弁がまず閉になっているという場合なぜこういうコマンドがこのタイミングが出るかというとソフトウェアのエンジニアに誰もこれを教えてあげなかったということが問題,に問題の原因かもしれませんあるいは STPA を使っている場合この情報は 本当は入手していたけれどもソフトウェアの側で水の便がもう貝になったと思い込んだということで食梅弁貝という指示を出してしまったということも考えられます水の便が貝になっているという思って思い込んでそして食梅弁を貝にしてしまうということがあったかもしれないなぜそれが起こるかというとプロセスモデルが間違っていたからなんですではソフトのプロセスモデルがなぜ 水の弁が貝になっていると思い込んだのでしょうか本当は貝になっていないのにその理由を考える必要がありますそうするといろいろなシナリオが考えられます例として挙げておりますがソフトウェアが水弁貝にしなさいという指示を出したとコマンドを出したとだけれども弁が実際には貝にならなかったということが考えられます例えば固着していたあるいは故障していたなど考えられますですけれどもソフトウェアは自分が コマンドを出したのでもう実行されたものと思ってしまうでエンジニアがもしもちろんすぐにフィードバックが返ってこないということに気づけばいいわけですがでフィードバックが返ってきたとそうすると会になっていないことに気づいたはずです実際よくあるエラーがまさにそこなんですスリーマイルアイランドの事故の時もそうでしたし それから他にもたくさんの事故でありました「解」という指示が便に出されたそしてフィードバックは一部返ってきたけれどもフィードバックそのものが間違っていったケースがあります。というのも果たしてコマンドがその便に届いたかだけに着目をして実際に便が解になったかどうかのところには着目をしていないからです。ということでコマンドが実施されたと思う。 だけでそれはなぜかというとフィードバックがないからですでフィードバックが受け取られなかったということであればなぜフィードバックが受け取られなかったのか理由を解明するないしはこれは実はメリットなんですけれども細かい詳細が分からなくてもトップダウンの解析をここではやりますので。 情報として必要なだけ集めればいいんですつまりコントロールのその問題について見極めるのに十分な情報さえあればいいわけです。ですからフィードバックがなかったとしても例えばじゃあフィードバックが返ってこなかったのであればソフトに対してフィードバックが返ってこなかったら これは実行されていないとみなしてそして手を打ちなさいというふうな指示を出せばいいわけです呼び名は何でもいいんですけれどもフィードバックが遅れるというケースもありますその時もその理由を知らせるということも考えられますけれども一方ソフトに対して例えば何分待ってとか何秒待ってそしてこれは会にならなかったという前提で次の 措置を講じるということで担保を取るということもありますあるいはフィードバックが誤っているということも考えられますその場合の原因はコマンドそのものは便には届いたけれども、えー、でそうであればまあ、便は買になるはずですけれども、えー、それは必ずしもその通りではないスリーマイルアイランドの事故の時はまさにそうでしたですから実際にその流量計を設 地することによって本当に配管の中で水が流れていることを確認するというようなソリューションが考えられますここに書いてあるのはどういう原因が考えられるのかということをそれぞれの問題について考えればそしたらじゃあこういう第二の措置を取ればいいという防護策を編み出すことができますそして新しい要件についても考えなければなりません 先ほど表から最初の要件を出しましたけれどももっと詳細に落とし込む必要がありますですからフィードバックを含めるための要件もありますそれからまたフィードバック ののチェェックををすすするるための要件をソフトウェアに課とということです例えば会、えー、の開閉に対するコマンドを出した後特定の時間が経過した後に会あるいはクローズになったということを想定するかしないのかということそれからフィードバックに関しては実際に配管中に水が流れているかどうかの確認をして、えー、そして、えー 便を解にするコマンドを出すとかま細かいところいろいろと決めることもできますいずれにしましてもこういうことを設計する中で何がうまくいかない可能性がありそれがハザードにつながりうるのかを考えたうえでそれを修正するべくえ措置を講じるということですコマンドが出さされれれたただけれどもも実行されなかったというケースもあります。 これはよくある従来から行われてた故障解析で見られるものですけれどもまあ全ての故障モードを見なくても例えば他のデザインのソリューションでもって事足りるというケースもありますそうなるとかななりりの時間節約にもなりますコメントですけれども我々の解析の中には人という意味でのオペレーターも入ります。 つまりこの解析というのは人についてもソフトについても同じような形で使うことができます。でたくさん例がありますが時間の関係でそれをお見せすることはできません。ただオペレータータを システムの一部として扱うことができます特に人だからといって別立てにする必要があるあるいはですから人の部分を対象としないなんていうことを考えなくてもいいわけです一緒に扱いますこれが STPA 他のツールについてはもっと駆け足でいきますがキャストこれは自己解析テクニックですこれを使うことによって 自己全体のプロセスを理解することができそしてなぜそれが起こったかを見極めることができます。つまり誰のせいかというところではなくて理由あるいはどうやって再発を防止するかといったところに着目することができます。そそそそしして目指すののののはななぜ人がそのような振るる舞いををたたかか理由を知ることそれからまた 例えばパイロットが本来レバーを上に上げる失コードを上げるべきでないときに上げたとかいうような言い方がありますけれどもそうではなくてそのそもそもコードを上げたのには理由があるはずなんです例えばストールしているときにえ何か問題があってえ理由があってコードを上げようとしたということだと思いますこういったパイロットというのは十分なト,リトレーニングを受けているわけですから 通常ですとととそれがやるべきことだと思ったからこそそういったた操作をしたはずなんですですすからそもそもじゃあそれを正しいと思った理由は何なのかそこの部分を見極める必要があります。でそれが分かればより良い設計より良い情報を提供することがパイロットであれ自動車の場合は運転者に対して提供することができるでしょう。 それからステッカー STECA というのは、えー、本当に最新のもので1月に論文が出たばっかりですけれどももう報道の対象となっています。でこれは PhD 博士課程のこの、まあ、論文になっているわけですけれども、えー、これが出来上がる前に出たのは珍しいんですがこれは非常に素晴らしいものです。本当にこれはシステム設計のかなり初期の段階で解析をすることができます。 例えばその英語の文章でしかまだえまとめられていないような段階であってもこのコンセプトをですねえこの STECA を使えばえこの初期のシステムのモデル化をすることができそしてモデルベースの解析をすることでえこの規定されていない前提やあるいは不完全な情報 のののコンンセプトオブオブペレーションの文書の中で見つけてそれからトレードオフや脆弱性それからまた人の要件ですとかあるいは構造及びデザイン解析などこれはハザードをコントロールし除外するために見つけることができます。それから駆け足ですいませんけれどもトラジェクトリーベーストオペレーション TBO というのがあってこれは NEXTGEN の1の ですこれは航空管制のアメリカのシステムの次世代のものなんですがこの TBO というのは本当に複雑なんです。全てをコンピュータ化しているようなものでレーダーもなければこれは衛星の後方を使っているというやり方でで直接の、えー、この 航路を選ぶことができますつまり迂回をするあるいはより長い距離を飛ぶ必要なく直で短距離で飛べるということです。でこのコンセプト・オペレーションというのは文で書かれている英語で文章として書かれているものしかない結局これやり方はまだ編み出していないからなんですが文章になっているこの英文ですねこれがまずあってだけれどもコーディ・フレミング博士はコントロールループを 作成するやり方を考えましたつまりこの文章で書いてあるものが案に意味していることをこのようにモデル化することができます。でコントロールループができてそうすると抜けているところがすぐに分かります。例えばコントロールループとしてこれは平になっていないとクローズになっていないあるいはフィードバックが抜けているということも分かります。あるいは他にも質問をして例えば。 コンフォーマンスモニターが2つある1つは上空もう1つが地上一貫性はどう担保するんだという質問を考えてみるなどですですからこれを使って解析を行いますコンセプトオブオペレーションが問題ないかを確認をしそして特性については形式的にきちんと解析を 定されておりますので例えばこの責任分担などについて問題があるかあるいはこのコーディネーションの部分について問題がないかそういったものを見ることがあります数学的な計算式は忘れてくださって結構なんですけれどもこれはこういった形で見極めることができほとんどが自動化できるということがポイントです。はい そしてこれがステッカーでしたけれども、次にはサイバーセキュリティにはどうでしょうか。ビル・ヤングという私の学生、彼は空軍の人間です。HTPA もセキュリティに使えるということを考えました。私は最初、信じられないというふうに言いました。見せてみてと言ったので、このビル・ヤングは実際に見せてみてくれました。現在、サイバーセキュリティはうまく機能していません。 今朝メールを受け取りました。500万人のうちの1人でした。私のセキュリティ情報も中国人に取られたということでした。私の経歴はもうすべて中国人にバレてしまったということです。もうセキュリティはうまく機能していないということです。侵入も毎日ように起こっています。どんどん悪化するばかりで改善していないわけです。何かがうまくいっていない。そして このビリヤーグの議論というのは今は戦術にフォーカスしすぎだということです。サイバーセキュリティの枠組みこれを敵対守りの間の戦いというふうに見ている。ですから戦術ととして見て見いると えそして攻撃者の能力動機そして標的というのを考えています。しかしそういうではないんだと。え彼は空軍の人です。え空軍や軍隊の人たちというのは単に戦術だけでは足りないと戦略も必要だというふうに考えています。え戦術をコントロールするのは戦略であるという考え方です。 ですのでサイバーセキュリティ問題の枠組みを考えていって戦略までも含めていくということですそしてそのシステムの脆弱性も見極めていくそして単に受け身で可能性のある教員に対応するのではなくということですそしてボトムアップの戦術のアプリではなくトップダウンの戦略を考えていくセキュリティに関してもシステムとして考えていくということですもちろん 戦術というのも考えていくわけですけれどもそれは後ほどということです。何を解決しなければならないのかその問題の理解ができてから戦術は考えていくということです。この安全とセキュリティに関しましても統合型のアプローチを考えていきます。 スタンプモデル、そしてこの原因を追求するというものはそのセキュリティにもうまく機能します。これはサイバーでも物理的なセキュリティであります。そして受けることのできない損失というところを考えていきます。まずはセキュリティを固めなければならない根本的なサービスは何なのか、そして後で良いものは何なのかということを考えていきます。その後で良いものというのは 脅威に対してどう最善に守っていくのかということですそしてまずは全体論からそして具体論に分析を進めていくそしてトップダウンのアプローチを考えていくこれはスタックスネットの例ですスタックスネットというのはウイルスです誰かが米国だという噂が多いですでイランの 濃炉に入れてその処理を遅らせるということに使ったんだと放射線のあるその燃料これを使って原子爆弾を作るその処理を遅らせようとしたのではないかと言われていますそしてここでは遠心炉になるわけですけれどもそれが損害を受けたということですこの遠心炉ですけれども この速度を上げすぎたということで、摩耗してしてまったとということですそしてイランの人たちというのは、まあ、何が起こっているのかということを見極め、頭がいいですね、そして、進路、こちらをどんどん交換し続けていたということです。ですので、プログラムのところに手を入れなかったということです。ということで、あまりにも回転が高速になりすぎて、損傷を受けてしまったということです。 しかし制約としては最大スピード以上を超えた回転ははしてななならいいととうことなんです安全ではないコントロールアクションというのは速度を上げるというコマンドを最大スピードで回転している時に出してしまうというものです。これが意図的なのかそれとも偶発的だったのかというのはここで重要ではありません。どちらであったにしても対処していかなければならないわけです。 1一つの原因として考えられるシナリオですけれども間違ったプロセスモデルだということですね最大だったのにもかかわらずそうではないスピードで回転していると考えてしまったということです。これは不注意注意意でであっったたととしししてててもも深かすそ メカニカニルリミターまたアナログの RPM ゲージこういったものがコントロールができたというふうに考えられます。ハードウェアのこういったコントロールを入れることによってサイバーセキュリティのナンセンスに対応できたかもしれないということなんです。ですのでこの 攻撃されたものの防御をするという様々なやり方を全て見極めることなくまあ解決を図っていったわけですけれども実際何をやったのかと言いますとセキュリティの方が安全よりも難しいかもしれません通常はこちらの上の方ですねオペレーションになってから何かが起こってから事後に対処するという形です最善の場合だったとしても何か追加的な措置を構築された後に追加をするとアドオンということでシステムまたはデザインに 足していくというやり方ですしかし実際にやらなければならなかったのはもともと安全セキュリティを最初から頭に入れたデザインにしていくということなんですこれが攻撃を待ってから受け身的に対応するということではなくという考え方ですね穴ができてから埋めると いうことではなくそういう懸命的なところですとどこにも到着できないということになりますそしてこの全ての熟属これをま対処していくというのは無理ですこのスタンプやそれ以外のツールこれは他のアプリケーションにも適用することができますどのような双発特性にも適用することができるということになります現在私 こういったものをやると全く思ってなかったことを手掛け始めています職場の安全に関しての取り組みなんですボーイング社とともに行っていますボーイング社では現在生産ラインのスピードアップを図ろうとしているそして生産ラインの労働者の障害え、負傷が懸念時になっているということです そして製造においてその労働者の障害を,を減らしていきたいそしてリスク管理を活用することも可能ですそして先行指標というのを見ていくこともできますそしてスウェアの演出組織これをリスクというのが一つの例です二酸化炭素の補足運搬貯蓄貯蔵というのもそうですねそれから金融の管理と いうところでも使われていますこういったものは無理だろうというふうに思われたんですがでしかしそれはうまく機能するんだと言われています。航空宇宙というところでも生産可能性のリスク管理ということですね。 そしてエンジンの技術が変わったという際のクオリティのロスこういったものも分析されていますまた自動車においてもいろいろな機能というのがありますその機能間のインタラクションの特定というのも行われていますさまざまな機能が出てきていますのでこれまで想定されていなかったような総合作用とがありますそして数十万行ものソフトウェアがあるわけでそういった そのソフトウェアがお互いに相互作用するというものがどういう振る舞いをするのかということを考えていかなければならない、えー、皆さん GM 社はご存知かと思います GM では大きなリコールがありましたやはり、えー、キーチェーンにあまりたくさんのキーを入れますと、えー、その前の部分の、えー、その 助手席のエアバッグが動作しなくなってしまうということなんですね。えこれはえそのインタアクションえこちらがえ悪くえそしてうまく機能なくなったということなんです。えこれは実践的です。どのような業界でも何に対してでも使えるということでこちらはその例に過ぎません。え現在はどこにでも使われているという状態です。 皆様の業界の中でも試行してみればお使いになっていただけるかと思います。まあ、使ったというのと使えたというのは別かもしれません。機能したのかということです。システムの中でも大変複雑なものもあります。新しい米国のミサイル防衛システム。こちらに関しましても展開の際に。 えー、いろいろ使われましてこれまで分からなかったような発射時の問題というのが分かる形になりました6ヶ月にかけて、えー、数億ドルも使ってフィックスしていたと、えー、それを2人の人で、えー、4ヶ月で見つけることができましたまた えー、企画を行った場合の全ての場合ですね、えー、昔の手法というところで、えー、比較をした場合に s t p a は古い手法と比べまして同じハザードの原因を見つけることができましたしまた従来の手法よりも、えー、原因に関しましてより多く見つけることができました、えー、また他の方法では見逃したものそういったものを見つけることができました、えー、事故を見つけることができた。 で医療デバイスなどもそうだですね。でそして、えー、デザインを渡されてそれを分析しろというふうに言われたと。で、えー、それに関連しての事故があったというのは最初は伝えられなかった、えー、後から聞いたわけです。えー、で STPA のみがその AI 事故を見つけることができたわけです。そしてコストですけれども従来のハザード分析手法と比べて大きくコストが低いと。 まあもともとはですね大変パワフルな手法なのでもっとコストが高くなるのかというふうに思いましたしかしそうではなかったわけです医療デバイスなので例えばリコールのような問題があれば人の死にも関わるという形になります FMEA を行っていきましてそして1年ほどかけて d m e a を行っていった MID の その大学院の学生というのが STPA を使ったそして STPA を使って2週間で FMEA では75のシナリオを見つけたんですけれども STPA では175のシナリオを見つけましたそしてこのデまイスが実際にリコールになってその起こった アクシデントになったというものを見つけましたその事故につながる9つのシナリオを見つけたんですなのでうまく機能していますサイバーセキュリティでも同様です米国の国防総省では stba をセキュリティのために使っていくという評価をしています実際の、えー 空軍またはそれ以外の軍隊の作戦に関しての評価で使っていますそれで大変改善したわけですサイバーセキュリティの実際の専門家が使っているということです、えー、SDPA の方が、えー、ずっと良いということで、えー、その国防総省の全ての人間が、えー、セキュリティの問題に使うようにという指示が出されましたまとめです 大変包括的で安全やセキュリティまたはいろいろなどのような具発特性に対してもパワフルなアプローチです社会的組織的そしてオペレーターソフトウェア関係の要因というものを見ていくことができますトップダインのシステムエンジニアリングのアプ,リアプローチです最初の部分から始めていきますということで安全やそれ以外の特性というのを最初からデザインの中に取り入れていくということができますし従来の安全分析のアプローチよりもより 複雑ななシスステムに対応できますまますすたコストは低くなります何が起こっているかといいますとイベントベースの考え方ですね故障を考えていくという際にイベントベースの考え方では氷山の一角にしすぎません。システム理論を考えていきますとそれ以外の付随的なことがそれ以外では見えないことが見えてくるということです。ごご聴ありがとうございました